じゃあ本日の実践よろしくお願いいたします。セフトさん対戦しましょう。うーわ、ガチやな。 僕のパーティーこれですからね。サザンガルドか。サザンガルド、おまけにクレセリアと来たらもうガモスを絶対入れなあかんよね。ただ、もうガモスはほぼ確定に近くって、ただその辺をフォローできる、まあ、馬車、ガルあたり、対応でヌオを入れるか。ってなると、この試合はこうだな。この3体だな。この3体でいく。ガラケーキッズってもうやばいな。やるか。いや、アイアントの出番はね、まあ、どっかで来るといいね。まあ、あまりに使わないようやったらもう外す。ここはとりあえずサメ安定でいいと思う。あ、てか、サメの、こ、あれ、サメの技変えの忘れてた。しまったぜ。サメの技構成変えの忘れとったわ。ザメの技構成を。そう、挑発を守るに変えるのと、まあ、そんぐらいかな。まあ、技構成は、攻撃技はね、冷凍ビームと、悪か、いやでも冷凍ビーム外して水技にしてみようかな、一回。そこも変えてみるか、一回な。まあまあ、ここは OK。で、馬車が加速していき、ヌオーは、どうしよう、ここでも変えてきそうな気がしていて、ああ、やっぱり。加速バトンね。ガルーラとかかな？あ、サンダーか。ヌオーにサンダー。メザクサでも、メザクサとか持ってないよな。基本的に。あ、毒毒で攻めてくる？その線はあるか。いや、サメ肌悪の肌いるって、めっちゃ欲しくなるもん。あ、悪の肌いるやろ、サメ。ごめん、多分3匹目来るんちゃう？あ、馬車もそんなん投げてきた。これはうまい。あ、しまったな、これ。な、絶対急所やろ、これ。
バトン。ザンダー。うわ、全然効かないな。でも、ヌオーに対してさ、急所で、角打ちってことはさ、要は多分7割ぐらいはも、素の状態で持っていかれるってことやな。ってことは、ヌオーじゃ受けられへんな。わしは、まあ、飛び膝は無理やろうな。飛び膝は普通に無理か。これ。これ。ベンジアウザ、もう一番ウザやの来た、もう。ふざけんなよ、マジで。サダンガルド出してこいよ。サダンガルドを出してこいや。うわ、うざ。どうしようかな。サンダーって今2段階上がってますよね、素早さね。サンダーって2段階上がってるやんな、 Sいや、ガモスで1枚で抜けるかなっていう話やねんけど。いや、まあ抜けなきゃその時やな。いや、抜けるわけないか。抜けるわけないな。だ、サンダー無振りでも。あ、でも殴ってきた、マジで。オッケー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 。あー、オッケーでもないなー。いや、でもここ殴ってきたのは俺はちょっとありがたいね。ここはありがたい。あ、てか、殴るしかないんや。殴るしかないんや、相手。あ、でも挑発効いてたな。あ、しかも抜けた。いや、これサメの挑発が効いてた。オッケー。ブイー。うわー、でもこのダメージ量が微妙なんですよね、これサンダーの。こういう時やっぱ大文字だったらもう安心して持っていけるけど、2枚とはいえ火炎放射じゃちょっと火力が足りねえんじゃねえのっていう。押してくれ。ああ、ほら、クソや、やっぱ。結局だってそういう 85% っていう不安定な技に頼らないとさ、勝てないんでしょう。やめた、冷凍終了。はい、冷凍終了。終わり。くだらん。